メアリー・マイルズ・ミンターはサイレント映画期のアメリカ合衆国の女優。ブロードウェイ女優、シャーロット・シェルビーの次女として、ルイチアナ州シュリーブポートに生まれる。姉のマーガレットと共に幼い頃より舞台に立つ。1915年、13歳で映画デビュー。青春でつつましい役柄から、時代のメアリー・ピックフォードと称される。1919 19年、 ウィリアム・デズモンド・テイラー監督、アン・オブ・グリーン・ゲーブルスのヒットにより一躍スターとなる。この際、父親を知らずに育ったメアリーは30歳年上のテイラー監督に恋心を抱いたとされる。1922年、テイラー監督が自宅で何者かに殺害される事件が起こるが、その際メアリーがテイラー監督に当てて記したラブレターが発見されたことで、 マスコミが書きたて一大スキャンダルとなった。人気も失墜し女優業に失望したメアリーはパラマウントの所属契約が切れるのをきっかけにほどなく引退。1925年には映画の出演料をめぐり母親を訴えている後に和解。その後も殺人事件をめぐって起用方変があったものの1957年に実業家と結婚。 晩年は裕福な生活を送った。1984年、カリフォルニア州サンタモニカで脳梗塞により82歳で逝去現在、代表作の天外の孤児のフィルムこそ消失しているものの、その多数本の映画が現存している。ありがとうございます。